前田沖締めあちゃすーすーということで今回はですね新しくで、はい、皆さんポケモン氷ポケモン、あ、氷タイプが好きです。あ、アイス、あ、アイス氷ということで今日は氷タイプのポケモン紹介ポケモン好きですか？大っ嫌い。僕大好き。大っ嫌い。あかんということで、いやマジだって中学以来やってないんじゃない、うん、でもポケモン GO してましたな。ポケモン GO はしてましたけど、すごいしましたから。ポケモン GO してんの知ってる。でももうほとんど忘れた。僕らも、ね、ニトリの週もう面接じゃ説明会か説明会もう行ったけど、もうそれやめてポケモン GO してましたから。そう、スーツでみんなでポケモン GO した。赤ちゃんプレイポケモンはどこまでやった？ブラックとホワイト。あ、結構やってるね。ゲームとしてはマジでやったことない。あ、そうなの。ゼロということでね、はいはい、まあ僕がポケモン大制覇してる人間なんですけども、けどまあこの二人はまあそんなに好きじゃないということで、まあ普通やね。ということで今日はポケモンの名前言えるかな言えるかな言えるかなということで、あ、どう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 パフ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 ピーどうかまずポケモンっつうのは1から898まであります。あ、そんなにいるんだ。で、まあルーレットをします。で、出た番号のポケモン図鑑と照らし合わせてポケモン出します。で、ポケモンの名前を教えてください。で、まあ合ってたら1ポイントですわ。で、まあおそらく2人ともわからないんで、まあ近かったり面白かったりしたら1ポイント。あー、なるほどね。それで負けた方がケツバット。ケツバット。ケツバット。今回ケツバットきついわ。毎回痛いもんケツバット。初めてのリアクションして。こんだけやってきて。ケツバット。こんだけやってきてしんどいからね。俺タイキック受け取ったのなんだっけか。ケツバットはきつい。焼けるような痛みやもんケツが。じゃあケツバット。ケツを全部。涙もないケツだ。めっちゃケツ。ほな、やっていきましょう。ガトツ。ガトツやん。ほな、じゃあスタート押すか誰か。いや、別にいいよ。いいよ、押して。いや、やってて。押して。いや、何番何番チキン何番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 時何330番。じゃあちょっとあっち向いて。あ、これは分かるんじゃん。これだって330っつったらルビサファの世代やもん。これあ、マジもうドストライクやん。はい、330こちら。うわ、懐かしい。さあ、名前。あ、わかる。これはわかるな。わかる。これはわかるな。ぽいのはわかるけど。これさすがに分かる。これ強いもんな、普通に。え、こいつね、強いく思われがちなんやけど、ガチ勢からしたらヘボいっす。そうなんや。ヘボいんすよ。こいつね、まだもう一個進化する。うん、せんよ。せんよ。これ最終段階で。最終進化。って言うな、あんまり。僕らもわかるもんな。これってミロカロスがなるやつ？違うな。違う違う違う。うん、これってミロカロスがなるやつ？違うな。いいぞ。ほな、行きましょう。せーの。バン。フライゴン。フライゴン。あ、これ簡単ですね。よしよし。はいはい、これは簡単ですね。はい、これは簡単ですが、こいつ死ぬまでいかないですよ。ほら、1って書いてき。トミー見習って。バカやん。どうしていかなあかんよ。トミーどこに位置って書いてある？正やろ、正の字やろ。いやろ、別にここから始まっても。いや、横向きに書いてくんかな。こうなるかもしれない。そういうことや。いや、バカやろ。頭固いね、みんな。はい、じゃあ押して、はい、ストップ282。お、近いね。近いな。じゃあルビサファーかも一回。ってことはジグザグマかな。違う、食パングマ。食パンゴッホマン。食パン、食パンゴッホマン。難しい。金玉ダッシュマンやったっけ。それジャルジャルちゃん。金玉ダッシュ。普通にジャルジャルちゃん。金玉でダッシュする。いきます。はい、282番、こちら。あ、これはこれ分かるわ。それちょっと俺分からんかも。これ分からんもやばいで。ヒントとかなし。え、ヒントなしよ。これでもあれやん、クマフラにも出てくるもんな、こいつ。あ、アイテムとしてな。A から始まんじゃん。さあ、どうでしょう。分からへんわ。エロタレス。エロタレスね。エロタレス。結構同人誌出てますからね。あ、そうなの。こいつの同人誌。え、こいつが一応多分ポケモン内で一番抜ける。こいつ俺一番美人。とわからんな。一番美人。美人デジロック。わあ、わかった。今適当に書いててわかった。え、すごい。はい、オッケー。行きましょう。これはもうさすがに、ね。急に出た。よかった。一斉に行きましょうか。せーの。ロゼターナイト。あ、違う。え、ね、これ。
サーナイトだね。サーナイト。ロゼッタ。ロゼッタってスマブラやろ。あれ、チクタン、ロゼッタンでチクタン。正解は。サーナイトと違うと思う、ね。サーナイトで。ほら、すごいすごい、サーナイトは入ってあれはロゼリアちゃう。草ポケモンの。あ、そっちかな。バラ、赤のバラと青のバラ。なるほどな。じゃあ、じゃないね。いや、サーナイトわからん、やばいな。ちょっと俺久しぶりに見たサーナイト。使ってないもん、この弱いやつ。こいつ強いで。めっちゃ弱い。先方レックで。めっちゃ弱い。こいつまんま強い。めっちゃ弱い。海流に破壊光線を足すだけやん、いつも。ザクやん、破壊光線。スネークに波乗り覚えた。いつもポケモンのあの攻撃の技のやつ、攻撃するやつしか乗せへんから。スタート。ストップ。うわ、最近やな。だいぶ最近。792。さあ、792は、せーの、ドン。全員何これ。伝説じゃん、これ。これ伝説。あ、そうなんや。めっちゃかっこいいやん。なんか、特徴あるな。夜やもんかんないな。月系やな。うん、そう。そっから、まあ、ヒント出すと、こいつ、三日月いっぱいあるやん。星とか。うん。ルナトーンっていう三日月のポケモンいますよね。懐かしい。ルナトーン。わかる。石みたいなやつじゃん。そう。いますよね。だけ。でもなんかちょっと当てに行きたいな。うん、当てに行きたい。ポケモンってなんか当てれそうな。そう。マダツボみたいなめっちゃ安直な名前やもんな。オッケー。これでいこう。ちょっと。これはわかる、難しいですね。ちょっとやってないことからしたら。はい、自信ある方。まあ行きましょうか、俺からじゃあ。じゃあトミーからどうぞ。はい、ルナニュース。すごい似てるわ。ルナニュース。うん、でもおーっていうのが出ましたけど、あっちゃうから。はい、どうぞ。ルナシアス。ルナシアス。夜ルナシアスの夜モード。夜。ああ、朝モードと夜モード。ああ、なるほどね。なんや、まずモード様モードはないです。あったもんな、アルセウスとかもあったもんな。モータス意思によって変わるやん。あるな。似てるな、でもなんか雰囲気が。ルナニュース、ルナシアスと。じゃあ正解。ルナシアスやもん。正解はルナアーラ。どっちやら。あ、でもアー入ってる。アー入ってるわ。ルナアーラ。アーラシアス。ウディー。あー、じゃあ夜。でも夜ってのついてんで。お前な。ちょっとそれやらしない？やらしない。でも俺のほうないかい。あー、え、2人ともルナつけたね。ルナ、まあ、ルナとは言ってくるからな。そう。特製ファントムガードって何？ガチリンポケモン。ガチリンポケモン。ガチリンポケモン。ガチリンポケモンじゃないの。マタニティ。はい、お次どうぞ。ガチムチポケモン。301。いや、これ多分簡単ちゃうけん。あ、大変ちゃう？いきます。せーの。あ、わかった。オッケー。なんですぐわかんの？これだって俺の。やってないけど、世代っちゃ世代。まあ、世代っちゃ世代。見たことある？あるよ。こいつも結構同人誌あるんちゃう？まあ、かわいいもんな。かわいいし。まあ、進化前も進化後も、A から始まりますね。A やんな、やっぱ。A は出てんねんけど。進化前かもしれん。ずっと A で。これ絶対進化前や。こんな感じなわけない。え？なんやろ。OK。 はい、OK。 じゃあ自信あったら打ってから行ってください。打ってから行きましょうか。どうぞ。エネフィ。あ、エネフィ。違う、待って。エネフィぽいな、ぽいな。それあれちゃう、イーブイの進化のエイフィと繋がってる。俺エネコって最初書いてて。あ、エネコは進化前だな。まあ、はい。援助交際絶対ダメ。絶対ダメ。絶対あかんで。絶対あかんで。パパガスとかも言うたら援助交際から。あかんかんな。トミー1ポイント。1ポイント。よっしゃ。恥ずかしい。恥ずかしい。めっちゃ惜しいでも。正解が、エネコロロです。うわ、エネコロロとかわからんわ、そんな。エネコロロです。はい。あれ？はい。ティラミス。ティラミス。あれ何やった？はい。227。分かるんちゃう、これ。結構知ってるところのゾーン当てて。はい。あっち向いて。いきます。せーの。はい。うわ、なってーとな。いや、もう出てんねんね。めっちゃ惜しい。あ、分かった。お。これは分かるな。かっこいいじゃん、まずこれ。強かった。かっこよくはないやろ。え、かっこよくない？かっこよくない。エラみたいや。エラ？エラ？魚のやらこんなんや。これ、鋼タイプやな。鋼タイプ、防御が強い数学だから。防御強いな。一世のでいいですか？うん。一世。はい。エアームード。エアームード。
いや、エアームド。エアームドじゃない。エアムード。エアムード。エアムード、エアームド。エアームドじゃないやろ。正解は、エアームド。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 エアムード。エアムード。俺多分ちっちゃい時からずっとエアムードって呼んでたわ、それやった。ちょっと俺全然あかんやん。エアームド。エアームドですね。惜しいな、惜しい。オシリスの抑神竜。え、天空竜やろ。そう。いきまーす。はい。ティーラーミス191。お、これ簡単かもね。だいぶ初期なんじゃん。もうあっち向いて。全画面絵面ぎっちゃった。そんなことない。これむずいよ。せーの。あ、F 藤子。F 藤子。うわぁ、こいつなんやねん。ヒーから始まるよ。ヒー入ってるよな。あー、そうそうそう。ヒーから始まる。ちっちゃい文字も入るね、多分。うん、ちっちゃい。おぉ。もう入るよな。もう、そ、何その分かり方。ツーも入るよな。その、うん、入る。マジで出てこへんわ。その入り方何？さっきから。ズもヒーもちっちゃいズも入んない。すごい。もうあ、わかった。寄せてきて。わからなかった。サガラクサイ。サガラクサイ。これ進化するもんな。進化するな。結構進化するよ。まず一番最初なこれ。うん。いや、二個、一個で進化だけ。これが、ああ、びっくりした。これが、これが。そうだね。キモそれお前。お前何サトシのように喋ってんだよ。そんなん言ってないやんか。ちゃうねんマジで。お前無ってキュこれがそんなん言ってへんやんかみたいな、サトシように言ってきてる。どうしよう、ちょっとし言ってたよ。おいそれやめろ。オッケー。でウディ行けてよかった。いや俺も正直微妙やん。ちょっとこれはもうどうぞ。暇ナッツ。お、暇ナッツ。そんなわけないやろ。暇ナッツ。はい。誹謗中傷絶対ダメ。絶対あかんで。絶対マジで。これから多分来るかもしれない。マジでちょっとコロナでこういうのは大なってきてるから。絶対ダメよ。誹謗中傷ダメよ。うん。はい。正解は、暇ナッツ。お前すごいなってな。こいつ普通にすごいなってね。で、これ、トミーも言ってですね。ありがとう。いいこと言ったから。はい。押して。暇ナッツと聞いたことないわ。575。575や。川柳。今日もまた、うん、帰って風呂で赤を取る。お前死ねえそれ。バギナから、あれな、な、あれな、なにこれ、え、なになに、え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 、カウパーリ。キモい。キモい。こらっ。いや、これむずいな。しゃらくせい。せーの。わ、こいつ知ってる。何これ、知ってるわ。あ、すごい。マジで分からへん。いや、知ってる。分からへん。ヒントエスパータイプです。お、難しいな。そういうヒント。最初の文字はとかじゃなくエスパーだ。え、こいつエスパーだな。いや、エスパーだじゃない。めっちゃ強いやん。エスパーだじゃない。10番じゃない。あ、泣いてないやん。ふーふー、見る見る、ふふ、見るです。さあ、どっちが一番近づけるでしょう。これ進化してる。進化する。なんか割と綺麗なお姉さんが進化したから。いや。なんか落ちす。さ。はい、行こう。行きます。せーの。バン。ウェイミル。ブチョミル。ああ、ウェイミル、ブチョミル。ちょっとウェイトレスっぽい感じが出てたから、ウェイかな。ああ、ウェイストレス。ああ、こう？そうそうそう。な、服装もちょっと。ああ、なるほどな。ブチョミル分厚いから、多分チューするタイプのやつよね。エスパーでブチュはないやろ。正解が。ゴチミル。ゴチミル。あ、でもチー一緒や。ブチュミル。チー入ってんな。お前、その感じ。トミー。ありがとう。オッケー。間違えた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 。ウッディポイント。よっしゃー。はい。ティラミス。623。おわ。これ違いな。ゴチミル。チミテー。はい、どうぞ。お、来た。かっこいい。あ、わかる。かっこいいな、俺。絶対炎タイプやん。絶対違う。片鱗ない。片鱗ないタイプ。魔導巨兵。え、そんな名前？魔導巨兵の答えは？え、ほんまに言ってる？ポケモンで？そうそう。テーフは当てる？うわ、でもこれ違うわ。え？これは手紙。違う。いや、ゴーレムじゃないよ。で、ゴーレムなわけない。そのまますぎるやろ。そう、お前、フェニックスっていうポケモンがあるんで一緒やよ、それ。そのポケモンほら、
大やったから。だからゴルーグっていうなんていうのそういうあるやん、もともとそれがポケモンの名前になってんやったら、え、何それ、なんてゴルーグ、ゴルーグゴーレム、ゴーレム、ゴルーグだ、ゴレーム、これゴレーム、これゴレーム、ちょっととりあえず書いてみろ、これゴレームだ、何なんなん、これゴーレムじゃない、今言ったじゃん、言ったな、とりあえず書いてみる、はい、じゃあせーの、はい、ゴレーム、ゴレイム、ゴレインではハンターハンターやな、ゴレーム、ゴレームじゃないで、ゴレームです、違います、え、ゴレームじゃない、ゴルーグです、うわ惜しい、イントネーション俺の方があって、レーム、俺最初ゴレームって書いてたもん、え、これ書いてた、うん、ゴレーム書いてた、うん、でもレ、ゴレイムにして、うん、いや、ゴレイムにしようと、ハンターハンターで2ポイント、おし、なんでいいんですか、だってレームってゴルーグってあの母音種やし、じゃあラストいきますか、オッケー、ラスト何点ですか、ラスト7点、3点、ラスト4ポイント、同点ラスト4ポイントです、ベタくさーしかつせえよ、ラスト4ポイントです、勝たせえ、勝つことはない、トミー絶対勝てへん、俺も勝てへん、分からへんもん、じゃああっちゃん押してください、はい、押します、ティラミス、お、21、うわこれ21、もう童貞の未来しか見えない21ってことは21からもうすぐ21か、あ、じゃあもうウッディ21から書いて、何よウッディだけだ、はい、ウッディだけだ、でも勝つんやから、21ってことは初代よ、初代、俺初代が何かも分かってんの、ファイルってリーフグリーン、赤に、赤緑、赤緑、あ、そうそう、ゼニガメとか、21ってことは、だって 3種の神器、ん、ね、なんていう、御三家か、御三家で9いくんやろ、御三家9いくな、そっからピカチュウが25やな、あ、じゃあピチュウが24、いやピチュウ24じゃない、ピチュウそんなまだ出てない、そうか、ピカチュウライチュウだけかな、そんだけな、これでいってみようかな、だからまああれやな、冒険の途中でこれ絶対出てこへんで、あの草原に出てくるよね、でタイプだけ教えてや、俺はまあ結構身長はあんま気にしへんけど可愛らしい人好きやで、そんなタイプ気にちゃうね、あ、そう、ってことは、ってことはじゃない、言うてよタイプ、ノーマル飛行終わった、あ、待って、初代で草むらに出てくる飛行タイプの、こんなムックルしかおらへん、ムックルはダイパーやん、でも違うか、鬼ドリルかな、違うな、怖い、爆発、爆発、爆発、あー、できた、うん、じゃあトミーから行こうか、鬼スズメ、ちなみに自動虐待絶対ダメ、1ポイント、4ポイントもう4ポイント、いや、すごっ、はい、ポッポ、あー、いや、鬼ドリル惜しいね、鬼ドリル惜しかったね、えぐっ、それか鬼スズメ、ピンクマリション、あの進化の鬼ドリル、すごっ、すごいやん、あと1問当てたもん、じゃあ俺が4点でプラス児童虐待で1点、違う、ラスト1問、あーラスト、あ、え、ポッポ何番やろ、じゃあなあ、パピプレポはちょっと多いか、16か、じゃあ今7点7点ですので、うん、ラスト1問いきましょうか、オッケー、じゃあラスト1問、なんかこういうやつ、俺チョイスです、最後はウディも知らなさそうなやつやりました、はい、せーの、わからんて、すごっ、バカかっこいい、これバカかっこいいんだよ、全然かっこいい、かっこいいやん、これは本当にわからない、ほんまにわからんな、さかなくさい、オッケー、もうこれしか出てこない、ごめん、近い方がもう勝ちやからね、これなんでひらがなの、お前これ足したり引いたりして、あ、すごい、全部今一旦ひらがなに足したり引いたりして、なんか、いいよ、え、バカよすごい足した引いたりしてる、終わった、終わった、終わった、オッケー、入れた入れた、はい、じゃあトミーから、はい、あ、ニルグリス、ニルグリス、はい、ムクシオミス、でも待って、お前ちょっと似てるな、足したり引いたりしておかしになってる正解は鬼しずくも、おー、クモって入れてたの、俺鬼しずく、鬼、おにしずくも、おにるぐりす、むくしおにす、おにしずくも、トミー勝ちー、やったー、やったー、トミーのな、トミーの方がなんか近か、近い、マタリティー。
はい、ということでね、じゃあウッディ君タイキックということで、ウッディタイキック、ケツバットですけど、ちょっとウッディ G みたいなんでね、イボキレジはい、お願いします。いきますよ、こう蹴るからね、こう蹴るから、いきます。もう一回ちゃんとやろうか。はい、はい、お願いします。いたかった？何何どうなってんの？どうなってんの？どうなってんの？